うも皆さん、森のニーナです。今日の動画は私の似合わなかった時の過去メイクやってみたー。もうファンデーションからポイントメイクまでもう全部がちょっとまあ老けて見えちゃうような感じのメイクを3年間も続けてました。私的結構黒歴史写真とかが残っている時代のメイクを今日は皆さんに解説付きでお見せしていこうと思います。あ、ちょっと余談ですが、もう早く見たい方は本編まで飛ばしていただいて、過去メイクをやろうと思った理由は、私家族とよくビデオ電話をするんですけど、その時に横にいた親戚の人が会うたびっていうか見るたび、どんどん若くなっていくね、年取るにつれて若くなっていくねって言われて、まあ良くも悪くもメイクでこんなにも女の子って変わるんだよっていう動画をちょっとこの過去メイクを通して見てる人に伝えられたらなと思って、今日はこの動画を撮ろうと思いました。それでは動画始まります。スタート。はい、それでは過去メイク始めていきます。まず下地は塗りません。ちょっと下地を塗る意味がちょっとよく分かんなかったので、ファンデーションはいきなり塗ります。ファンデーションはこちら、スポンジを濡らして厚塗りしてました。なんかファンデーションは厚塗りじゃなきゃ塗る意味がないと思ってたみたいなんですけど、かっこちなみに厚塗りをしているっていう自覚はなかったです。化粧水ミスとか、そのまま水道水の水でこれで濡らして使ってました。こんなそのまんまベターっと。当時の私はもうクマギリギリまでファンデーションを塗ってました。でこれ乾くとね、上から塗れないんですよ。なんせ乾いたらパウダーに変わるので、ほらこうやってムラができちゃうんですけど、こういうムラとかに気をつけながら当時はこれでメイクしてました。で私唇が分厚いのが当時コンプレックスで、ファンデーションでこうやってちょっと色を潰すというか、でその時のやってたコツが、こうやった時にちょっとこうやってピンクの部分を出しといて潰すみたいな。なんかね、やっぱカバーするとね、余計クマが目立つんですよね、今思えば。カラコンを入れていきます。今のカラコンは外します。ランデティアリーアイズを使っていきます。こっちがいつもので、こっちが過去メイク用のカラコンです。結構こういう大きめのブラウンジェルっぽいカラコンを使ってました。カラコンが入りました。当時のものと近いですね。なぜ紫のアイシャドウかというと、それも人に、あなたは紫のアイシャドウが似合うって言われて、まあそれを信じ続け、ずっと紫しか使わなかったっていう理由です。しかもね、こんなね、濃い紫のアイシャドウを単色で広範囲に塗ってました。それを今から再現していきます。なんか、ここまでだったらまだ今っぽいですよね。まあ今っぽいって言っても、そんな紫のアイシャドウを塗ることあんまないんですけど、ボクシング。殴られた人の目みたいな。でもこんな感じで、こんな感じ、いやー懐かしい。ブラシを濡らしてアイシャドウ塗るってちょっと難しいんですよね。今思えばもうすごい複雑なことやってたなって思う。写真見て見返してやばいって感じるのと、今実際に再現してみて、こんなにやばいことやってたんだっていう実感がすごいです。今でこれを私は下まぶたには塗ってたのかな。あ、塗ってたわ。小さめのブラシをまた濡らして出ていきます。ブラウンのアイシャドウをアイライナーの方に描いていきます。違和感しかない。下まで塗ってた。いや懐かしい。ただただ懐かしい。すごい、ファンデのムラがすごい。見納めですね、これは。こんな感じ。黒いリキッドアイライナーはマストですね。こんな感じでキャットラインみたいにしてました。うん、私だ。つけまつげつけていきます。当時と今の違いは、今はアイメイクよりも先に眉毛から描いていくって感じだったんですけど、当時はもうアイメイク重視だったので、アイメイクを仕上げてから眉毛みたいな感じでした。一番テレビに出させてもらってた時期に太っちゃったので、結構世間のイメージでは太ってた時期の私の見た目のイメージが世間様に根付いちゃったんですけど、もうお気づきの方もいると思うんですけど、顔がちょっと私ふっくらしてきて、当時の体重に近づくまでは
いかないんですけど、でも顔だけちょっとパンパンになってきたので、このメイクがねかなり当時の雰囲気に似てる。ちょっとつけまはねこの状態で保存してたので、ね、ちょっとどこのかはわからないんですけど、まつげこんな感じです。でその時使ってたのりは D アップのつけまののりです。日本のつけまののりは当時大人気でしたね。楽屋でニーナ貸してニーナ貸してって感じでした。もうメイクさんからもねつけまののりをね借りられるほど日本のつけまののりは優秀でした。こうやってね上まぶたにくっつけるとちょっと目が大きく見えるので、あーやばい、当時の私だ。やっぱまつげで全然変わる。やだー。まあまあ、でもその過去があったから今こういう楽しい企画ができているっていうね。こんな派手なメイクしてた人が今や超ナチュラルメイク。やっぱモテメイクってナチュラルメイクですよね、なんてね言ってる。まさかの劇的なビフォーアフターですよ。マスカラは真っ黒なマスカラを塗っていました。デジャブのブラックで代用します。ギャルメイクのビフォーアフターとかだとね結構違いが出ると思うんですけど、なかなかこの手のタイプのビフォーアフター動画ってないんじゃないでしょうか。いやでもやっぱ私顔痩せたな。やっぱ痩せたからアイメイク大きくする分ちょっと小顔に見えますね、いつものメイクより。そんな気がする。ドキついけど。続いて一番の私の過去メイクの中で失敗談と言っても過言ではないアイブロウ、初めて私の動画を見てる方はお気づきの方もいると思うんですけど、私実は昔ここにアートメイクを入れてまして、これをねなぞっていきます。ここなぞると当時の私の眉毛が出てきます。やばい、もうやだ、なんでこんな眉毛にしてたんだろう。ちょっとね前の写真を見ます。やば、何この眉毛、なんかジョーカーみたい、わかる？なんかピエロの眉毛みたい。うん、下をねノンシーラーでこんな感じ、とにかく上に上にって感じでした。もうちょっと細かったかも。あ、ほらこれをねアートメイクに沿って描きますよ。鬼みたい。こんなとこに眉毛描いてたんだ。当時の私こんなに眉毛上に描いてたなんてね、このガイドラインなかったらわかんないですよ。そうそうそう、ここねとにかく下に下げてたんですよね。でなんか違う、太い、あ、わかった、上げたくて下を反ってたんだ。よくね撮影前にこうやって上げてた。今日はケイトの 3D アイブロウカラーソフトブラウンというのを使っていきます。あ、うん、近づいてきた。いやでも当時の顔に近づくってこと、私も結構今太ったってことだな。これで自分のメイクが良いって感じてた気持ちもちょっと思い出してきました。ノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウもね結構がっつり入れてました。でもねノーズシャドウは今のそのちょっと立体的な感じのノーズシャドウの入れ方にやり方はね一緒、ただ濃い。ほら、皆さん、アイメイクが濃いから、ノーズシャドウが濃く見えないように見えるかもしれないですけど、がっつり濃いですからね、今このノーズシャドウ。眉毛やっぱもうちょっと細かったんですよね。なんかこのくらい太かったらなんかね、案外いい感じなんですけど、ちょっとそれじゃちょっと過去メイクの再現にならないので、ちょっと頑張ってコンシーラーで再現してみます。リップが一番色が少ないね、こういう感じのリップ、うん、そう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 、こういうの分厚く見えるのが嫌だからこうやって薄くしてました。チーク、仕上げのチーク、結構暗めのカラーのねチークをねメイクさんはね私に塗るんですよ。その理由が私がどんどんブクブク太っていくから、コントーリングとチークがもうめっ雑誌みたいな感じで、ちょっとそれを再現していきます。で、コントワリングはアートクラスバイロダンシェーディングです。当時は顎の外からっていう概念がなかったので、多分とにかくここをね、ここを暗くするみたいな。やっぱね、ぷっくりしてるのにコントワリング入れるとねやばいんですよ。めちゃめちゃ頬骨目立っちゃうんですよ。
かります？この違い。頬骨がね、目立つんですよ、ここを痩せさせようとすると。だからこれね、間違いでしたね。今のメイクで言うと、私逆にここ明るくするんですよ。笑った時の頬骨が目立たないように。入れ方とかよく分かんなかったんですよ。とりあえずここをなくす、なくすってことだけを考えてたので、結構ここだけね、真っ黒でしたね。ほらー、思い出した、こうやって入れてた。体が覚えてますね。頬骨が余計目立つ。ほらー、怖い。で、チークはこれ練りチークなんですけど、ちょっと色がね、当時に使ってたチークに近いので、これを塗ります。ほら、こうやってここまで塗ってました。なんならね、見てください、アイシャドウとチークの色が全然合ってない。今じゃ私結構この上ら辺に入れるんですけど、結構チークは下目に入れてました。で、すごいいい失敗例じゃないですか。このチーク、このファンデの塗り方をすると、頬骨がめちゃめちゃ目立つっていうね。頬骨がね、コンプレックスの方にはね、ぜひこの動画を見ていただきたいです。これやっちゃってませんかっていう。ハイライトもね、絶対入れてました。RMK。こんなね、こんないいね、ハイライト使ってなかったんですけど、ちょっと今日はこれにします。こうやって一直線に入れてましたね。ちょっとせっかくなんでね、当時のヘアセットもやっていきたいと思います。ただただストレートでした。うわ、こう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 。この動画を見てただ過去メイクそうだったんで終わるのではなく、今日言った私がこれこうやって塗って失敗だよねっていうお話を聞いた上で、私の毎日メイクの動画を見て、あー、ニーナちゃん今こんな風にチーク入れるようになったんだとかね、ちょっとそういうのもね、同時に見ていただいて楽しんであっちいただければなと思います。めっちゃ似てるっていうの変だけど、めっちゃ似てる当時の私に。まあね、この時はこの時でね、いいですよね。楽しかったし、かなりの再現度だと思います。おかえり、ただいまみたいな感じでタイムスリップした気分です。もう本当に当時の記憶、思い出が濃かった分、タイムスリップ感がやばいですね。ちょっと最後に当時見てくれた方のために、当時の雰囲気な感じで自己紹介します。 Hello for like makeup or for the makeup non-juring star strapフリニョンマフィキータトニチョーラコンガニトラララニョコバーナガニトイチョーラコノングラビアンキーレコンアカラコカセバガイサーキニエーヒニパラバガイサーキニョンキーライナガマタアスナガニトシギポーババイ。はい、なぜ私がこの過去メイクの動画を撮ったかというと、メイクでこんなに顔って変われるんだよっていう。例えば当時は私はこの顔になりたくてこのメイクをしたんですよ。まあ、10年後の今となってはね、このメイクを振り返って、やだなぁ、この眉毛やだなぁ、このアイメイクなんでこんな濃かったのとは言いつつ、こんな風に今は文句言ってるけど、当時はこのメイクが私にとってはベストであって、この顔になりたくてメイクでこの顔になれたわけですよ。で、10年後の今、現在、私はこのメイクをもうやだ、もうこのメイクは好きじゃない、このきついメイクじゃなくて優しくてナチュラルメイク美人になりたいっていうことで今のメイクになったので、メイクでこんなに変われるんだよっていうのが、同じ女性にも男性にもメイクって面白いですよね、こんな顔変われるんですよっていうのが伝えたくて、この過去メイク動画を撮りました。まあ今もね、ナチュラルメイクとはいえ、やっぱ私の動画を見てくれてる方はわかると思うんですけど、やっぱすっぴんと違うじゃないですか。今もすごい大変化ですけど、すっぴんからのナチュラル美人風メイクっていうのもね、結構すっぴんとはかなり顔は変わってると思うので、よかったら、この今日の過去メイクの動画を見てくれた方はね、私の毎日メイクのね、いくつか出しているので、見てみてください。はい、いかがだったでしょうか？楽しんでいただけたら嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、なんかポイントの失敗だとか、参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それでは、またね！そして、過去のこのメイクに、さようなら！ちょっと
寂しい。